はい、皆さんこんにちは、ピスでございますよ。横綱物語続きやってまいりましょう。1424回目ですね、後半戦名古屋武将の場所前下校です。さあ、ついにね、チャンスをものにしました堀川さんですね。今場所は調子代わり、はい、松山さんは、ここで止まるで、まあ、普通にあれば4ポイントアップというところなんですけど、第1クールでまあ判断力80にしてお小遣い挟んで、まあ上半身下半身上げて67って言ってでもいいかなとは思っております。という感じでいきましょうか。はい、一条さん先場所3ポイントアップ素晴らしかったですね。あと残り2ポイント3場所、まあ今場所判断力90いけば残りね上半身下半身に振ろうかなとは思ってます。はい、猪熊さんはここで前回言ってたように1回小遣いを挟みます。はい、こっさんです。あーそうやどの道走ってはい、出水さん素晴らしかったですね。前回4ポイントアップでした。今場所は不調で迎えます。大宮さん、大宮さんは逆に絶好調。下田千売里さんは、この2つね、先場所はきっちり2ポイント上がってくれました。今場所は好調。はい、黒門さんは上半身鍛錬が続きます。中田千売里さん、先場所2ポイント、場所もこの2つ、まあ80、そうね、何ポイント、5ポイントで49、まあオール80そのままね突きってもいけるぐらいのレベルではある。でアブランコイさん、こちらも調子代わりしたね。まあ、こんな感じの育成方針いきましょう。2日目、まあ不調じゃなくてよかったね堀川さんね、絶好調の時に優勝できましたんで。はい、第1クール、あ、ノミナルに入ったか。あー、そういうことか。じゃあもうお小遣いやる必要ねえわこれね。はい、一条さん初っ端では取らなかった。はい、猪熊さんはここでこんちゃんの小遣い。はい、ごっさんです。残り伸びるのは2場所ですね。今場所はリカバリーに努めます。はい、デミーズさんね、先場所素晴らしかったね。今場所はロケットスタートとはならない。大宮さんは絶好調でしたね。はい、下田千里さん、下田千里さんも初っ端は引かない。黒門さんは本場所も15日間上半身で、中田千里さんね、さあ初回は誰も引きませんでしたね。はい、3日目でございます。はい、まずは判断力から戻していきます。お、デニスさんまた1本止め早い。おお、下田千里さんもダブルきました。黒門さん、さあこれで2桁目。で中田千里さん、中田千里さんも覚えた、一気に
3人来ました。はい、0111ということで4日目です。こうなってくるともうね、覚えが悪いね。一条さん来た。これで全員、松山さんもね、加わっちゃったからね、お使い費というわけにはいかないんだわな、これがな。連チャンはならず。ここで下半身決まれば お小遣いねっていうところでしたけど、さすがにそうはならない。はい、中田中二さんね。おー、2連チャン来ました。どうした、今場所先場所も含めてね。これで、1112第1クールでもうすでに5ポイント。はい、5日目は、今日はね、覚えないんでね、松山さん当たり引くと困るんだけどね。さあ、一応その90まであと1つ。はい、猪熊さんは今日はね、講演会になっちゃうね。はい、デニーズさん、また運び足です。デニーさん不調か、そうか。大宮さんはね、絶好調。はい、黒野さんは上がるんで、上半身ね。で、中田中里さん。はい、それでは、6日目でございます。松山さん引いてほしいね。場所変えるか。2番目あまりね、いい記憶がないんですよね。上半身ね。はい、デミーズさん、これがね、運び足。覚えないね。そしてすでにもう2ポイントアップしている、中田中里さん。3ポイント目アップとはいかない。はい、では7日目です。出ないね。おお、一条さん2ポイント目。さあ、あとは上半身下半身ね。で、次は下半身か。2112、デミズさん。デミズさんは2ポイント目が来ない。
おお、3ポイント目。2113、もう7ポイントね。1人平均2ポイント計算でねやってますからね。あと1ポイントで平均値になっちゃう。はい、8日目。それより松山さん省いてるな考え方からね。あなたも2ポイント取ってくれな困るんやけどね。はいよ。わー、引かない。松山さんがあかんわ。はい、こっから上半身ね。今度はぶつかりか。はい、今日あー上がるね。うん、デミさん、で2ポイント目が欲しいね。なかなか来ない。はい、中田中さん4ポイント目はまだ、うん、はい。というわけで、今度は9日目ですね。これは講演会になっちゃいますからね。頼むから松山さん、こういう時に引くのだけやめてくだされ。あそんな気がしたんだ。うん、今日は上がんないけどね。運び足に一応カーソル合わせます。着々と上がっております。20コスからね、来場所で30半ば、再来場所で50近くいく。3場所10両おったらね。はい、それでは、10日目でございます。坊主っぽいな、これ。そう考えたら5人で10って考えないかんかったんか。あら、で、デミさんは2ポイント目か。今場所はね、遠い。あれしたくないんかなああいう気がせんでもないけどね。で、中田中さんね、はい、11日目でございます。これで戻りました。で、あとは、まあ上半身下半身でしょうね。デミズさんがね、2ポイント目が遠い。一番早かったんやけどね、上がったの。おー、低め中田
ジュリさんも弾くときは、はい、12日目でございます。松山さん1ポイントでもいいから弾いてくれへんかな。今後美悩みになるとはね、ちょっと思ってなかったんでね、席替えしてなかったからな。うわ、弾かんさあ、一応さ、次は下半身です。弾かない。あー、さすがにな。はい、こっからは上半身。あー、まあ4日間あるから70のパラ1ずつ上げてもええけどね。で、運び足。下田中さんもまだ1ポイント。さあ、黒本さんは上半身が次で20に入ります。中田中里さん揃うのか。揃わない。はい、13日目。また講演会行くんかな。松山さん、さらっと行った方がなんか引いてる気がする。まあ、ないか。で、市長さんが下半身ここで、あー、大丈夫で、じゃあ、て、あー、でもあと2日間か。じゃあ、下半身と判断力にしとこうかね。はい、黒本さんこれで20にね入りました。で、中田中里さん、はいよ、よく弾くねはい、それでは14日目でございます。残り2日間。いやー、坊主臭がしてきたね、もちろん。一応さんもこんだけ上がってるからもう十分よ。で、下半身で、ラスト1日はもう試合。で、水さん2ポイント目が遠い。下田中里さんも2ポイント目が遠い。さあ、黒門さんはやっぱりね、7ポイントからのスタートやったから22で終わりますね。で、中田中里さん、はいよ、今日は引かない。はい、それでは、場所前稽古ラストです。15日目に入ります。あー、坊主やな。うん、2番目はやっぱ1番なんかタイミングが合えない。一応さ、もこんだけ上がれば十分で、申し合い出てきます。はい、うん、で、水さん、よいしょ。おー、最後に2ポイント目きました。で、下田中里さん、よいしょ。下田中里さんも2ポイント目引く。で、予定通り22で終了。これで中田中里さん上がったらかっこよくないかい。よいしょ。さすがにね。そうか。まあまあ、松山さんあと1場所あるから。ああ、違う、2場所あるのか。名古屋場所やからね。
なので、ちょっと次回席替えですね、まあ、その辺考えて、やっていきましょう。では、パチパチ計画はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。さよなら。